乾杯乾杯。今この辺でマサラさんはうんこしてます。はい。この辺に。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。食べてた。ナオサレ役です。最近ナオサレ出ない。よかった。ちょっと警戒してたからかなりでしょうね。エンガーさんがゲーム持ってくるって、はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、レンタカー借りて岩手を出たら借りてると思うんですけど、レンタカーを借りに行くのがめんどくさいと、車まだ取ってきてないと。朝9時でしょ。朝9時決まり、多数決決まり、誰が取りに行こうか、せーのこれで一旦エンディングだけです。クレーザーが取りに行くっていうのやりたい。全然やりたくない。まあ、全然やりたくない。全然やりたくない。まあ、ここは公平に。じゃあ今回はもうゲームで決めようということで、面白いゲームを作りました。というわけで、インサイダーゲーム。イエーイ。まあルールはですね、もうあえて説明しません。もうやりながら、やりながらね、分かると思うんで、やりながらの方が一番もう分かりやすいかなっていう。5人がインサイダー1人、インサイダー1人とマスター1人、ゲームマスターが1人で、残り3人が庶民みたいな感じですね。はい、でこのインサイダーみたいな人が人狼みたいな、この人だけ言葉を知ってると。来た人狼は人狼、人狼知って、この人だけこの人だけ人狼知って、人狼されるまだまだに腹立つからな。あの動画俺もう何回見ても思うんやけど。はいはい、せーの、ドゥンドゥン。なるほど。はいはい、じゃあマスターの人、はい、はい、マスターです。次にお題のワードをね、決めます。お題のワードはマスターとインサイダーしか知りません。お題こちらです。あ、まだっすね。じゃあ僕目つぶったんで、インサイダーの人見分けてワードを確認してください。はい、それではゲームを始めてくださーい。お前うるさいってお前たまらなかった。かっこいいっすって、左からまあまあ桃を殴ってきたらお前まだいい、右がちっさってやつ止めに来たらの独自生き物ですか。違います。食べれますか。違います。動きますか。うーん、わかりません。道具系。はい。コーナーに売ってますか。はい。何か叩いたりするものですか。違います。いや、勇気、勇気、勇気は分かりません。分かりません。つまりあれ科学できひん。科学できひんのラザールさんやから。あの俺さん決別したし。この札より小さいですか。分かりません。じゃあありえる、いや極端にでかいわけじゃないってことですか。手に持って使うものですか。はい。夜の世界ですか。は。いいえ。筆記用具の中に入ってますか。はい。消しゴム。違います。コンパス。違います。鉛筆。違います。定規。違います。シャンペン。運動器。違います。違います。バトエン。バトエン。バトエンとは違います。バトエン。なんで鉛筆されますして俺。ボールペン。正解。おお。イエーイ。なるほど。で、これをもとにこの中にこの5人で話し合わせます。さっきのキーワードを唯一知ってる人がこの中にいたと。そういうことですね。そうそう。でも俺ラザルさんやと思うねんな。いやー、まあでもさっきラザルさん俺言ったから俺ゾサン選ぼうかなと思って。ゾサンやった、さっきゾサンやった。あ、そうだ、楽しい。でもいや、とりあえずあの初日ゾウさん釣るっていうのある。ちょっと違う違う違う、初手ゾウさんの初手ゾウさん、初手ゾウさんの、ちゃんと叩く1点取りに行こう、そこは。初手とかないだろ。でも土さんは顔が地の引き引きつもりやな。さっきのこの5分間何やったんやって。それせずにこの筆記用具ですか。はいの時のみんなの表情が結構大事だと思う、やっぱり。ああ、そういうのはどうやったんや。俺はザルさんやと思う、正直。俺は俺よくぞ言ってくれたみたいな顔してた。そういう顔してて、もうその後何も言わんかったもん、ほとんど。そんなことないやん、ほとんど。ラザーさんマジ全然、結局さ、いつもお前傍観者になってるやん。あれ、もう攻められたから。いや、攻めるゲームやんか。お前も攻め返すゲームやん。お前も攻め返すゲーム。でも確かラザーさんね、鉛筆とシャーペンは言ってたんよ。
割と近いとこは行ってんね。割とみんなハサミとかコンパスとか行ってる中で言ったのが多分鉛筆とシャーペンとか言ってる。っていう説があえて残した感みたいな。そう。じゃあボールペンって自分から行く。お前勉強するときだボールペン使ってたくせに浪人のときに。そうやね。ボールペンの倒し方は俺水やと思ったわ。ボールペンでやったんじゃ選択式だからかかったんだから現金税42で買ったんだよ。現金税が消えてたちょっと消えてた現金税が高い違和すぎるだろ。確定かどうかで決めるか。でもゾさんなんかゾさんゾさんあれあやしそうなんだゾさんさなんか手に持って使いますかって手がさなんかこういう、こうもつるみたいな感じがやめたやめた手に持って使うものですか。手に持って使うものですか。はい。いや、そんな言うことなかった。確かに、こういう俺はやってない。でも人間って怖いもんで、無意識不要だから怖いもんで、人間って気にするやつならマジでドアバイクだわ。怖すぎる。いや、気合ってない。それはないと思う。それはない。それはないと思う。ちょっと、言いたいことあって言う。最後、まあ、最後、最後、最終回それをギリギリいただけかけんな。そのままやり口知ってるぞ。あ、その出口聞いたことある。その出口何回も見た。いや、いっせーので指さすか。誰がインサイダーですかと。いっせーので。あ、そっちか。え、あれあれあれ、意外とゾさんじゃないみんな。でんなざ俺2票、ゾさん1票じゃん。おお。だから俺らが多分、あの、あれ決戦投票になる。あんだけやっといて。あれもさ、なんでなんでお前が、なんでなの。俺の熱量返してくれよ。めっちゃ声出しそうだ。いやでも一応通じた。いやでもなんか通じたからこそ選ばない。通じたからこそ選んでない。せーの。じゃあラダールさん、じゃあラダールさんカードオープン。おーい、あそらそらなんで。お前ちゃんムカつくな。僕、チンコ喋れる。チンコ喋れる。マジか、ほら。チンコ喋れる。ボルペ、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 ボルペ。いやもうほんま、ちょひどいなこれ。いやいや完全勝利。完全勝利や。これは完全勝利や。勝利や。え、今さ、どういう作戦やった。だからこういうことで。うまく言い過ぎやったらね、もうほんまに。だから俺うまいよ、この件。正直。でも俺がすごかったんじゃない今の。正直。うまく言い過ぎるような可能性は。いや正直それがある。それを見てしまった。正直俺が、筆記用具で当ててしまったのも結構でかい。そう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 。それは結構でかかった。マスターです。はい、マスター、はい。ありがとうございました。じゃあ目つぶる？皆さん目をつぶってください。はい。はい。ちゃんとやるわ。はい、こちらでーす。どうぞ。うん。食いもん。生きてますか？ノーノー。コンビニ塗ってますか？ノー。動きますか？イエス。おお、人に刺激されるものですか？そう、美容表現やるの？スーサーとシム、スーサーとシム。わかりません。好きですか？イエス。あ、もう今の感じ主観の質問やと思って答えてくれ。イエス。それは、楽しいですか？イエス。リアカーの危険村ですか？転職反応、転職反応ね。わかりません。わからない、わからない。人間よりも、リアカー誰なんですか？イエス。イエス。江戸時代からあります？イエス。この部屋より大きい？イエス。地球ですか？ノ。マガタマ、マガタマ。ノ。船。ノ。アクセサリーですか？ノ。岩手県より大きいですか？イエス。え？あ、太平洋。ノ。インド洋、インド洋。ノ。海系ですか？イエス。海。イエス。あ、海。あ、海、正解。正解。おお。個人的に結構
答えに近づく前の類似質問多かった気するんよ。答えですかで、あ、答えですかで、俺次行きたいって言ってで、次地球ですかって言って、あ、確かに地球でかい、地球はでかいかもな。さすがに規模広げたなと思って、確かにそれは思ったよ、若干それは思った。こいつなかなか寄せんなと思って。いや、でも岩手県よりでかいと思って。で、ネイガンさんなんか結構ヤバいの言ってなかった。岩手県よりでかいですか。そう、それはヤバいと思う、正直。なになになに、それヤバいと思う。いやいや、俺、でもこれ以外にちっちゃいですから言ったの、急に岩手県出したから明らかに。いや、違う違う違う、このホテルより大きいか大きくないかで大きいってなったんや。このホテルより大きいってことはもう極端に大きいかなって思ったんやね、俺は。極端に大きくして、岩手県のちっちゃいって言われたら、あ、じゃあ次、例えば東京タワーにしようかなとか。そんな怪しい、それは。ここは分かんない、まあ、そうか。そこはこんな突っ込むから。それは俺そう。俺そう。どっちかというと、海系って出したらここやし、最初に。そうね。俺さっきそっちかなって思うけど。そうや。ああ、ちょっと待って。お前、機嫌悪くなるのはちゃうぞ。機嫌悪くなるのはちゃうぞ、お前絶対。いや、それで言ったら、ナゾさんだよ。やっぱりな。やっぱりやっぱり困った時で困ってる。全然困ってないよ。いや個人的に2番手ナゾさんなんよ。海系の話行く前に船ですかって言って、あ、船ですか言ってたから、うん、よう覚えてんな。てか船ですか忘れてた。そう、船ですか忘れてた。めっちゃ前言ってんの。どうしようどうしよう思ってます。もう不審なことやで、じゃあ船の話は動くって話があって、で、島平がさ、こう主観で好きって話だったよ。ああ、海がね。でもその誰もがその帰るものじゃないって話だったよ。はいはいはい、っていうのがあって、うん、まあじゃあそういうのやったらまあ船とかに行くんちゃうかなと思ったわけです。だからそのあくまで好き主観やからってことは、主観っていうので海に行くってやばいと思うね、発想として。サイコパス。島平の主観で好きって言った、あ、海なんやってならへんで。ならへんな、その時間はない。船がすぐ出てくるってのはやっぱ海知ってたっていう風になるのがやっぱあれかもしれんけどっていう思いが、そうちゃう、それは違う。ロジックゼロ、ロジックゼロの違った。じゃあ行きましょう。はい、せーので、はい、どうですか。え、じゃあね、3票、1票、いや4票、あ、4票、1票、うん、OK、はい、あー、あー、あー、誰だよ、誰だよ、これマジで。お前が無能すぎる。お前こんな無能、お前が無能すぎる。もうちょい反応して、ちゃんと。お前、あれ以上できん。あれ以上できん。はい、はい、先に俺じゃあオープンしとく。はい、お、マジか。おー、新言語の発表みたいな感じ。C は新言語。わあ、やるだよ、これはマジでよ。岩手県のやつマジ危なかった、正直。やっぱそうやん、岩手県のやつ相当危なかった、相当危なかった、正直。絶対岩手やん、うまいわ、でもほんま。ほら、岩手県はうまかった。だから、そこだって、お前がそんな突っかかるそこって感じ。俺が突っかかってるちょいちょい邪魔しやがってよ。一生それ、このくだりやったじゃん。長いなってなったやん。ラバさん、ちょっともうちょっと喋ろ、一緒に。なんでちょっと怖い。楽しもうや、楽しもうや、ちょっと楽しもうや、楽しもうや、なんでさ、そんな一緒にお前さ、いじめられてるだけ。お前はいじめられて楽しくて俺らも楽しいからいいやん。いや、いいやん。ラーザー、ちょっとでもこのゲーム考えるとそんなくさい。